日常系チーターを戦わせてみたのだが、日常のシチュエーションで特殊能力、異能持ちなどのチーターを戦わせるコーナーです。今週のシチュエーションはポストです。あ、いいですね。僕も郵便局で7年バイトしましたからね。しましたからね。詳しいはずでございます。さあでは、紹介していってください。はい、ラジオネームゴッドハンド。はい、ポストに投函するときに右に入れるか左に入れるか迷わないチーター。ああ、欲しい、ね、欲しい、欲しいね。うん、ちょっとでも控えめだけどね。その迷わない一枚目からすごく控えめだけど、まあ、あの数秒、その読む数秒は、まあ、邪魔は邪魔だからね。なんか入れるたびにさ、うん、もう覚えとこうって思うじゃん。うんうん、もう覚えとこう、いい加減、うんうん、ってなるけど、絶対その忘れる期間出さないよな。うん、そうだね。あんま出さんからね。うん。はがきは左でいいんでしたっけ？ポストから見てね。ポストが左だね。整体して左ですね。何段覚えてはきてますけどね。定形外が右ですね。うん、はいはいはい。定形外って言うんですね。定形外が。それが今のところ、暫定1位チャンピオンでございます。はい、ラジオネームボロボロネーゼ。はい、手紙をポストに投函したとき、これちゃんと届くかな、これだけ回収されず置いてかれるかもという不安に駆られなくなるチート。ああ、もう、思うよ、それも。うん、思うね。うん。なんかさ、うん、手が離れた瞬間にもう不安になるのよ。途中で止まってるんじゃねえかとかね。いや、あるよね。うん。その、切手の値段合ってるんだろうかとか。その、そうそうそう。切手の値段合ってるんだろうかがなくなるチート欲しいわ。俺もだから、それが怖くて俺、ポスト投函しなくなったもん、やっぱ。絶対窓口でやるよ、ね。僕も絶対郵便局行く。じゃなきゃ怖いもん。だって、速達で出すような郵便なんて結構大事じゃん。うん。もう、ポストでは無理よ、もう。申し訳ないけど。郵便局員が言うんだからもうしょうがない、それは。信用してないもんだって。うん。信用してない。ポスト回収の人、俺。だからそう、自分ってことですよね。あなた違うんですか？俺は回収じゃなかったけど、回収の人に会ったことないかもしれないな。そんなに環境悪いんですか？僕は知らないですけど。回収する人に会ったことないから分からんけどな。で、とりあえずどちらですか、勝者は。ああ、でもこれ不安に駆られなくなるチートがいいな。うん。それは本当に、どうしようもないからね。なんか使えるチートっていうか、なんだろう。チートというほどじゃないけど役に立つチートが。だから控えめなんですよ、とにかく、皆さん。ラジオネーム、ゆで卵のボイル。はい。ポストで切手が買えるチート。めっちゃ強いじゃん。なんだよこれ、さっきから。控えめだけどめっちゃ強い。なんなのこのさっきから。この、強いっていうか、強くないんだけど、大事なやつ。ずっと。いや、投げ、その、入れた瞬間に、その、届くとかでいいじゃん。うん。そのなんでその、一旦はちゃんと出すポストで切って抱えるチートっていうか、もうポストで、うん、もうなんか操作したらもう、出てくるってことね。うん。大事だなぁ。これも強いは強いですけどね、地味だけど。さあ、どちらですか、勝者。うわ、俺これ、ポストで切手が買えるチートかも。ああ、強いわ。強いっていうか、うん。そうであっていいだろう。うん。チートではないけど、ね。チートお前だけが持つ強い能力だからね。ラジオネーム、KT パリー。はい、ここにポストがあったはずだなと思った場所に、うん、絶対にポストがあってくれるチート。うん、そうなんだけどさ。いや、大事なんだけどさ。いや、いや、郵便局ググれるし。どうした今回。その、なんか、みんなが不安に思ってたことをちゃんと言ってくれるじゃん。すっごい現実的だ。あるよ、その、ここだったよな、確か、とか、うん。もっとその、ファンタジー能力強めでお願いしたいのよ、こっちは。うん。どちらですか、チャンピオンは。ポストが合ってくれるチートかな。あ、でもどんどん変わってきますね、今回は、うん、チャンピオンが。嬉しいもんだって、忘れちゃうもん、やっぱこれ。うん。ラジオネーム、なめこの時は赤味噌。はい。投函しようとしたら、毎回郵便局員さんの回収時間とかぶり、うん、ちょうどですね、こっちの袋に入れちゃってくださいと、ちょっと特別感を味わえるチート。ああ、だからさ、おとなしいな控えめですね、みんな。ほぼ、MP の消費ないですよ、これ多分。ずっと使えるやつ全部。どうですか、ずっと使えるやつだな。どちらですか、チャンピオンは。これはポストがあってくれるチートかな。ポスト、うん、別に特別感はいらん。いや、ないですね、うん、なんかむしろ見られたくないですし僕。ああ、そうですか、うん、
ないんですかね、そのどでかチートないんですか、ラジオネームオポチュニティ、はい、一度投函したことがあるポストワープポイントとして利用できるチート、やりすぎなのよ次は次はちょっとチートすぎんだよな。どういうことですか。新宿で投函したことがあって、うん、三鷹で投函したことがあったら、そこはもうワープできるようになっちゃうってこと？そういうルーラーと同じシステム。もう、だからポストのチートじゃないじゃん、もうそれは。うん、うん、マップを開いたらってことか。むちゃくちゃマップ開いたらいける。いけるね、もうあるのか、うん、新宿と三鷹に。で、そういうのはちょっとやりすぎなんだよな、うん、チートすぎるんだよな、うん、一応どちらですか？いや、これワープポイントの方で、さすがにな強すぎるもん。強すぎるけど、その、おーとはならない。ラジオネーム、ガイル・ガーゴイル。はい。ポストの目の前で、ハガキを見せ続けると、うん、よだれを垂らし続けるので、犬みたいで可愛いってなるチート。これかもしんないなあれ？いや、これじゃないよ。揺さぶられてるから。ちょっと待って、わかんないって。揺さぶられてるから、今。おかしくなっちゃってる、その。上手なのよ、ハガキが今。これじゃないよ、でも。揺さぶられてるの、今。これじゃないのはわかるじゃん。で、何の得もないじゃん。いつも言ってんじゃん。何の得もないやつはダメだよって。すごいわ、今。抜かれた感じする。犬みたいで可愛いな。上手に。ってなってます。犬みたいで可愛いってなって。ってなって、どうなんのよ。得がないじゃないか。どっちですか、チャンピオン。犬みたいで可愛いってなるチート。おかしくなってるって、もう。選考基準が。ねえ。ポストに入れたくなるもん。なんか。手紙出そうってなるのかな、この手紙がちょっと減ってる時代ではあると思います。あとやっぱポストに行くのも億劫って時あるじゃん、たまに。まあまあありますね。そのせいで忘れちゃうことあるから、あいつに会いに行こうってなれるってことですね。嬉しい、夜中とか行っちゃいそう、逆にも会いに寂しい夜にね。ラジオネームストレイレイブン、はいはい、アイドル雑誌の懸賞ハガキを投函し、ポストの前で手を合わせて、まるまるちゃんのチェキお願いしますと言うと、うん、たまたま通りかかった本人がそれを見ていて、うん、小声で、頑張れと呟いてくれるチート。付き合えよ。そのさ、付き合っちゃっていいよ。お前の妄想に付き合うコーナーじゃないのよ。なんで頑張れだけで満足できんの？お茶しろ、お茶。気づいてんの？それ本人は、ちゃんと。うん、その後ろで、そのこっちが拝んでる最中に後ろ通りかかってくれるのかな。今、あったら違うもんな。会っちゃうと違う気がするんだよな、もう。違うんですか？目の前で会話しちゃうと。会話しちゃうと思う、だって。あなたもそっち側なんですね、じゃあ。会話しすぎるとまたちょっと違う気がするんだよな。いや、僕はもうチェキ取りますよ、で、そこでチェキ取ったらいい。チェキ取りたいんだったら。強すぎない？違うんですか？なんか、チートとして。ちょっと難しいです。僕もわかんなくなってきました。どっちですか？よだれですね。よだれ？なんかわかんなくなってきたの、コーナー。ラジオネーム、ゲゲゲのゲ、かくれんぼでポストの中に隠れられるチート。何を言ってんだ、こいつ。何歳なのこいつ。何歳まで言ってんのこんなこと。街であんまやんなくないなと。うん、ねえ。まだ、まだなんで隠れんぼで負けたくないの、そんな状態でいられるの。どちらですか、よだれ。よだれ。うん。さあ、以上です。暫定チャンピオンが、よだれ、犬みたいなよだれを垂らして可愛いっていうやつですけども、うん、このコーナーはルーザーズ方式を採用しております。負けた中から良かったものと戦わして本当のチャンピオンを決めてください。はい、出ました。はい、ラジオネームオポチュニティ、はい、一度投函したことがあるポストワープポイントとして利用できるチート。おめでとうございます。オポチュニティ強すぎないですか？まあ、でもそれぐらいでよかったのかな、最初の方は。なんか、強すぎる弱すぎるは分かんなくなっちゃって、じゃあ、分かんないぐらいなら強すぎていいんじゃないか。まあ、そうだね。他も分かんないんだったらこれか。ということで優勝したのは、オポチュニティでございました。ありがとうございました。じゃあ、野田さん、次回のシチュエーションお願いします。はい、次回は、クリスマス、ね、クリスマスいいですね。ではクリスマスのシチュエーションに戦えるチーターの皆様、メールを送ってください。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com ml@allnightnippon.com です。メールの件名にチートと書いて送ってください。何歳かにすごくよるよね、クリスマスは。まあね、チートすぎるのもたまにはいいかもしれないけどな。大チートデーも欲しいかもね。大チートデーね、もうむちゃくちゃやっていいし、チートすぎるぞ。地球日常系チーターを戦わせてみたのだが、現実は長くスーパーな私たちの日常。
常のシチュエーションで特殊能力、異能持ちなどのチーターを戦わせるコーナーです。今週のシチュエーションはクリスマスです、うん、ちょっと終わってますけども、はい、まあ来年もありますので、ね、はい、やっていきましょうということです。で、年内最後の放送ということで、今日だけは、もう年末ジャンボチート解禁です。まさか。ちょっと、普段控えめなんで、みんな、うん、いや、そんなん別にやらんでいいだろうとか、その得ねえだろうっていうのが多いんで、解放、はい、年内最後の放送はもう景気よくいきたいんで、制限なしの、制限なしチート、うん、まあ、制限いつもないんですよ。制限いつもないんですけど、とんでもない国じゃない、うん、その大チート祭りでございますので、うん、紹介していってください。どう変わるのかな、やっぱりどうなんだろう。はい、ラジオネーム石井純也。はい、相手の体を触れてメリークリスマスと言い、自分の能力を説明することで、うん、相手の体に自分の心拍数によって減るカウントダウンがゼロになると爆発する爆弾を取り付け、それを解除するには能力を仕掛けた能力者の体を触ってサンタクロース捕まえたと言わなければならないチート。あ、こうなりますか。あ、いいですね。いいですね。あ、こうなりますか。いいですね。あるじゃない、みんな。まあ、チートだもんな。うん、ボマー的な、うん。あいつね。なんだっけ、なんて言うんですか。ゲンスルー。あ、ゲンスルーね。うん、ああ、いいじゃないですか。これはもう能力だもんな。うん、ゴールで、誰がどう見ても。チート能力ですよね、こんなの。サンタクロース捕まえた。どうなるんですか、これね。ゼロになって、みんな。破裂してっちゃうんじゃないですか。これが、暫定1位と、うん。これはすごいですね。はい。これ勝ち抜き戦というかね、どん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 これに戦わしていくコーナーでございますんで。ラジオネームアクセルライダー、はい、膝をスプーンで崩すと中からシチューが出てくる。パイシチュー膝に改造してもらえる権利をプレゼントしてもらえるチート。ちょっとややこしくないですか。プレゼントしてもらえる。パイシチュー膝。パイシチュー膝にしても、できるよ。うん、まあ、してもいいよ。っていう権利をプレゼントしてもらえる。うん。その改造してもらえる。だ、どっか行かなきゃダメだよね、とりあえずね。一杯食べたら終わりじゃないですか。強くない、くないですか、これは。二杯、二杯か。二杯食べたら終わりですね、左右で。でもその、強制じゃないからね、その、その権利をプレゼントしてもらえるチートだから強いよね。うん。まあまあ。この辺は。そうか。だから、やりたくなきゃやらないでいい。うん。好きな時にやれる。まあ、その、うん、チートとしてはすごいチートだよね。もう膝がパイシチューになってるわけじゃん。うん、でもその、考えてみたら、その、実用性に関しては全く制限設けてないから。うん。まあ、こうなるか。まあ、こうなる。すごいけど。うん、チートなのは間違いないんだけどね。こちらのミスですか、それは。じゃあ。もうこちらが説明してなかったから。役に立つとか言ってなかったから。言ってなかったですね。確かにね。まあ、こういうのも。チートである。まあいいんです。チートではあるから。うん、どちらが勝ちですか。まあ、ボマーだね。ボマーの方ですね。ラジオネームガイル・ガーゴイル。はい。一人で部屋にいると辛いので、肉体から分離させた精神を新幹線に憑依させて、博多と東京間を往復している間に気がついたらクリスマスが終わってるチート。ガイル・ガーゴイルさ。いや、その、呼びなよ。うん、誰か。お前、好きなタレントかなんかをさ、それでいいじゃん。これさ、辛いかもしんない。その、そんなことをお前は妄想してたんだな、クリスマスの日にっていう。ガイル・ガーゴイルが、早く終わってほしいんだ、クリスマス。うん。肉体から分離させた精神を新幹線に憑依させて。その、一人で部屋にいると辛いので。だからその、普通に言ってくるけどさ。そういう日じゃないんだよ、クリスマスって。楽しい日なんだよ、みんなでパーティーしたりさ。こんな一文乗せなくていいのにさ。うん、一人で部屋にいると辛いので、なんて。どちらですか？これはもう新幹線。新幹線、うん、強い。まあそういう方もいるだろうからね。うん、気がついたらね、うん、終わっててほしいもん、ね、結構スーパー大チートだもんね、こんなんです、うん。肉体から精神分離させるとかは。ラジオネーム、のろし。はい。煮込みしかないクジラ屋で、タップダンスを目の前で披露しながら、ピコピコハンマーで僕を叩き、うん、メリークリスマス、ミスターローレス、売れたら使ってね、と、たけしの全部やってもらえるプレゼントチート。たけしの全部って、お前失礼な、お前。別にこれが全部じゃないだろ。たけしの全部って。これで全部か。これで全部なわけないだろ。なんでその映画もたくさんあるだろ。
なんでメリークリスマスミスターローレンスって全てだと思ってんの。それも使ってるか。いや、それたけしさんのもんじゃないからね。うん、ミスターローレンスは。まあそうか、映画、タップダンス、うん、まあやるか、浅草、うん、どちらですか。これ、たけしさんが全部やってもらえたらすごいもん。いや、それはもちろんね、うん。全部って言わないでください、これが。他にも多分いろいろありますから。ぎゅっとしたらこんな感じになるんだな。まあ、こんなんやってもらえないからね。ラジオネーム、夏フェスより夏狩り、はい。七面鳥に好きなアイドルの顔を合成したら、アイコラ八面鳥を美味しくローストできるチート。ちょっと何言ってんすか。ちょっと何を言ってるんですか。七面鳥に好きなアイドルの顔を合成した、アイコラ八面鳥を美味しくローストできる。いつ八面鳥になったんですか。この顔一個、七面鳥って何だと思ってるの。七面、ね、七、うん、つ面があるわけじゃないじゃないですか、うん、七面鳥は、うん。なんでそういう呼び方か知らないけど。なんでプライチになったのこれ、うん。アイコラ八面鳥って。美味しくローストできるチート。嫌でしょ、その、うん、顔だけ好きな人でも嫌でしょ。鳥なんでしょ、だって他。あと、これも、勝手にやっててください。うん、できるんで。多分その、焼いた、まあ、普通に写真貼ってやったらいいんですか。うん、ローストすりゃ終わるんで、うんうん無制限だと、やっぱこうなってくるんですね。この、うん、もう、むちゃくちゃになっちゃうんですよ、広すぎると、うん。こういう人も出てくる、それは、うん。無制限にちょっと気持ち取られちゃって。うん、全くその、使い道ないからね。どちらの感じですか。これ、たけしさんです、ね。たけしさんですか。アイコラ八面鳥。アイコラ八面鳥アイコラ八面鳥って何なんですかね。アイドルを呼べよ。部屋に。それをいつも言ってんだろ。だチートに囚われすぎちゃってますよね。より複雑な能力にしようっていう。できるから、自分で。ラジオネーム、エミ。はい。クリスマスイルミネーションを見ながら、うん、ねえ見て、息が白いよとはしゃぐカップルの隣で、うん、お前らの武器がその固く結ばれた愛なら、俺の武器はこの大気にある全ての水だとつぶやき、うん、大気の水から氷を生成し、巨大なラブホテルに閉じ込める、後手、10番隊隊長、筆が野党志郎、宣伝兵糧チート。ちょっとごめんなさい、わかりません、すいません。ちょっとごめんなさい、わかりませんでした。何ですか質が、ブリーチですよね。うん。うん。そう、ね、巨大なラブホテル、巨大なラブホテルに閉じ込める。いつからラブ、うん、その氷で巨大なラブホテルを作るってことですか。大気にある全ての水がもう武器であると。うん。うんうん、で、氷でラブホテル、どういうことですかその、ラブホテル、うん、どういうことですかうん。巨大なラブホテルはどこにあったんですか。だからこの能力を言いたいがための状態だよね、もう。こうなるんですよ。我々が仕組んだ状況なんですから、こっちのせいですから。どちらですか。チートすぎだな。これ、たけしさんだな。たけし、たけしさん強いね。強いですね。僕らからしてみたらだいぶチートすからね、これね。できる範囲ではありますよ、でも、そう、現実に。これは、たけしさんは。まあなぁ。やっぱそのファンタジー要素はないですから、それ。実現、うん、そうだな、うん。できちゃうからね。ラジオネーム、ガイル・ガーゴイル。はい。クリスマスの夜、恋人たちでごった返す街中を、黙々とランニングできる、海南大附属の強さの象徴、うん、ジン・ソウイチロ・チート。うん、何を言ってるのだから。何を言ってるんですか、彼は。全員、その、なんだろう。いいクリスマスじゃなかったんだな。多分。そうだね。全体的に。どちらですか。これもたけしさんだね。たけしさんですね、うん。海南大附属の強さの象徴だそうです。これなんか言い回しかっこつけてんだよな。ラジオネーム、アクセルライダー。はい。朝起きたら枕元に2兆円が置いてあるチート。あ、これですよ。これです。それだわ。これか。これかなぁ。でもなんか現実にできなくはないからね、これは。やれるんだよね。2兆円さえあれば。これ、あれか。そのチートの制限なくなると、その、弱くなるのか、全員が。
気づきましたね。そういうことだったのか。ある程度の制限をみんなが頭の中にあるから、うん、できてる面白で やれてたんだ。このバカみたいなやつも送られてくるか。あ、そう、北の枕元に2兆円が置いてある。うん、チートもそりゃ来るか。来るか。何でもいいってなったらね。うん。どちらですか？ 2 兆円ですね。2兆円ですね。いやー、強いな、2兆円。まあ、以上でございます。すごかったですね。年末ね、最後の、年内最後のやつか。うん、はい、ということで、優勝発表、お願いします。はい。はい。ルーザーズ方式を採用しております。2兆円と、今まで負けた中の、強いやつと、戦わしております、はいはいはい。はい、決まりました。はい、お願いします。優勝者、お願いします。ラジオネーム、アクセルライダー。はい。朝起きたら枕元に2兆円が置いてある。強すぎた。強すぎた。強すぎた。そうなるか。面白いのかはちょっとわからないけども、強すぎた。こうなっちゃうからか。試しておいてよかったわ。また来年末に、はい、来年末のみですからこれは。これも年末のみのイベントです。1回しか行っちゃダメ。第1位とは年末ジャンボチートまでみんなちょっとこういう系はだから一応置いといてください。毎週やっちゃったらもう終わるから、はい、このコーナーが。そうですね、すごいつまんないコーナーになりますからはい、今週は以上でございます。優勝したのは、ラジオネームアクセルライダーですね。おめでとうございます。では次回の普通のチートです。はい、はい、シチュエーションお願いします。次回は実家です。あ、実家のチートもうチートなのに。実家のチート、もうチートだと思ってですね、実家のことを。実家はチートだ、はい、そのチートの実家の中でも、もっとチートあると思いますんで、チーターの皆様メールを送ってください。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com ml@allnightnippon.com です。メールの件名に、チートと書いて送ってください。実家はチートであるってことになるんですね。何もしないでも飯出てくるとかでしょ。まあ確かに、うん、でそれがで本来のね、ジャンボチートじゃない時ですね、うん、はい、うん、みんなだからE ラインでお願いします。 E ラインの実家のチート、はい、日常系チーターを戦わせてみたのだが、日常のシチュエーションで特殊能力異能持ちなどのチーターを戦わせるコーナーです。はい、今週のシチュエーションは実家です。実家か。はい、実家でございました。実家か。正月で帰った方はね、多いんじゃないでしょうか。チートだからね。思い出してください。実家が、実家の様子を思い出して聞いてください。実家そのものがチートなんだから、まあみたいなものではありますけど、はい、はい、ラジオネーム綱渡りのぼっち。はい、久しぶりに帰ってきた時にピンポン押すかどうかを迷わなくなるチート。あー確かに。まあ俺は気まずいよね。若干気まずいのは分かるわ。ビビっちゃうかもとかね。うん、怖がっちゃうかも。あーってなるかもしれない。うん、これはでも迷うわ。いいとこついてくるわ。押します？押さないです。押さないよね。うん、ほとんど押さないかな。うん、でもなんかそのガラガラってその入って親が出てきた時のなんか第一声とかすごい困るというか、ただいま、ただいまっていうのすごい恥ずくない？なんか。そうか。いや、ただ、うん、ただいま。まあ、確かに言ったことはないな、うん、ただいまなんて。おう、みたいな。その、うん、こうやった、うん、ぐらいし、だから、うん、うん。これはいいですね。うん、まあ、これが暫定チャンピオンということでございますね。ラジオネーム、ハンドクリームパーティー。はい、お腹いっぱいは、遠慮じゃなくて、本心だと理解してもらえるチート。あー。嬉しいんだけどね。想像以上に来るからね。うん、すごい用意してくれるからね。なんか嬉しい。ありがてえな、本当に。全然大丈夫っつってね。うん。めっちゃ腹ペコになったことない気がする。実家帰って。考えてみたら。うん、今思うと。だって、何かしらあるしね。うん。あれ、なんで何かしら食べ物あんだろうね。うん。すごいよな。不思議だよな。どちらですか？どちら？勝者は。ああ、ピンポン押すかどうか迷わなくなるチート。野田さんもついに分かりますか、うん、そういう感じが。確かに、ね。一人暮らししてるから。うん、ラジオネーム、ヨレン、はい。母親の、あんたどうするのが消えるチート。消えるって何？この人はなんかやってるんですかね。あんたどうするの、なんか目指してるんですかね。いや、言われたな。
言われたわ。あんたどうするの？あんた、どうするの？もう30だよ、とか。あと、手紙でももらったことあるわ。あんたどうするの？本当に私はあなたのことが心配です、みたいな、リアルガチ手紙みたいなもらったことある。もうあんたどうするのっていう言葉だけが消えるんじゃなくて、うん、もう本心としてね、消えてくれるんだったら強いな。うんうんうん、でも心配してくれてるわけだからね。なんともあれだけど。さあ、どちらですか？ピンポンで。ピンポン。野田さんなんか言われてなさそうですね。言われてます？あんたどうするの？あんたどうするのは言われないけど、その冗談だと思われたから、俺ずっとお笑い芸人やってんの。まあそうか、うん、信用されてなかったから。それこそ言ってきそうだけどね。じゃあもうなんかその遊びはそろそろやめないのみたいな。まあその感じあってお笑いやってると思って認められてなかったから、目指してると思われたからずっと。ラジオネームコンソメエルボー、はい。実家で久しぶりに親父を見るたびに、あれ親父ってこんなに小さかったっけと思わなくて済むチート。わかるわ。ちっちゃいよな。わかるわ。なんか、細くもなってく気するし。細ちっちゃいよな。昔相撲で負けてたのになとか思っちゃうんだよな。他の大人よりちっちゃって思っちゃう。まあ当時のイメージがあるからだろうね。あるからね、うん。そんなわけじゃない。普通のサイズだと思うんだけど、身長なんかそんなちっちゃくなんないでしょ、急には。まあね。多少は縮むとしても。さあ、どちらですか？ピンポン。ピンポン強いっすね。ラジオネーム藤原元をスマブラ参戦、はい。父や母が何度も話している自分の小さい頃の失敗談をまた話そうとした時に、うん、そこから先は俺が話そうとライバルポジションの男が現れて全然違う話を始めてくれるチート。やだよ。誰なんだよ。やだよ。なんで。まずライバルポジションの男が現れるチートじゃねえ。実家でしょ。そもそも。実家に知らねえやつ来ちゃう。人が出てきちゃうんでしょ。そのしかもそのこっち発信じゃないからね、発動が。うん、父や母が話した瞬間現れるっていう。嫌だから。強制発動だ。すごい嫌だよね。どちらですか。これはもう、ピンポンだな。ピンポンですか。うん。ピンポン強いわけじゃないんだけどな。そんなこと言わないでください。ピンポン強いですよ。うん、質実剛健、右乳首カリカリ丸。はい。オナニーしているときに、親が部屋に入ってきたとき、うん、親から、あんた何してんのと言われ、何もしてねえよと言い返すと、本当に何もしてないと信じてくれる父。ありました？どうですか？俺はないな。私はなかったんですよ、ね。俺もないんですよね、一応。あったのかな、実は。やっぱ、でも何もしてねえよ、みたいなこと言うらしいですね。これ経験した人言うと、何みたいな。え、何何ちょっと怒ってるみたいな。え、とどまるの母親は。そう怒ってる。何って言われたら。すぐ閉めるとかじゃないの？ああ、鈍感なんのかな、それ。どうなんだろうね。分かってんのか分かってないのか分かんないけど。チンコ書いてると思ってすんのか。出して。うん、どうなんですか、イヤホンつけて。あ、言えないか。だから向こうは向こうで、あ、ごめんって言って出ちゃうと、気まずいのもあるんじゃないですか。向こうサイドの言い分的には。このリスナーでいないのかね、その逆の立場の、その。お母さん。お母さんとか。聞きたいっすよね。しこってるの見てしまった時の感情。ガチャって言って、あ、何してるって思ったら、あんたもう、早く勉強やりなさいよって言って帰るしかないと思うんだよ。うん。ごめんねって言って。もうそれは気まずすぎるもんね。うん。それあるんじゃないですか、やっぱりね、その感じは。ないか。さあ、どちらですか？まあ、俺はなかったけど、もう、オナニーしてるとき。うん、これは超強いですよ。これ強いな、うん。最大のピンチが実家での。うん。ラジオネーム、モールス。はい。誰もいないけど、18時50分頃のそろそろ誰かが帰ってくるであろうピークの時間帯に、ノイズキャンセリングで、リビングでしこっても気にしないバーサーカーチって。たまに来るのバーサーカーチート。バーサーカーチートって。なんだろ、バーサーカーチート。別にそれのこと僕、バーサーカーチートだなって思わない。気にしたい。何でも言うけど、気にしないのはお前次第なのよ。バーサーカーの時に言うけど。バーサーカーチートって。お前がただ気にしてないんだけど。コースなのかな、バーサーカーチート。何も起きてないんだよ、これ。その、チートとして。流行ってないよ、あと。その、君だけなんじゃない、これ言ってんの。ノイズキャンセリングで。どちらですか？どっちもしこってるだけでややこしいんだけど、何もしてねえよと言い返すの本当に何もしないと信じられるチートだ。どちらですか？バーサーカーチートじゃないんだ。バーサーカーチートになり。なんでバーサーカーチート？勝手に作るなよ。ラジオネームアクセルライダー、はいはい、毎日風呂掃除の手伝いをすることで高卒認定が取れるチート。うん、
子供。そんなわけないだろ。困るぞ、それで高卒認定されても。高卒認定、ね、社会に出た時に。君高卒本当にってなるよ。さあ、どちらですか。オナニー。おー、強いっすね、これ。はい。ラジオネーム、猫背ファミリー。はい。はい、ずっといてもいいチート。かわいいやつね。かわいいな。本当に。いや、そう、次はもうその、大チートじゃないんでね、うん。このくらいのやつがもちろん来るでしょう、それは。さあ、今のがラストですか、はい、どちらですか勝者は。オナニーかな。オナニーが、今のところの優勝でございますけども、はい、ルーザーズ方式を採用しております。はい。今までの負けたやつと戦わせて、本当の優勝は誰でしょうか。ああ、まあそう、そうね、これだな。はい、発表お願いします。ラジオネーム、猫背ファミリー、はい、ずっといてもいいチート。改めて見たら、なんかトータルで見たら、まあ、これに気づけるっていうのはやっぱり本当に成長だし、すごくいいことだよね。出たい出たいと思ったけども、ずっといてもいいってなったら、もうずっといた方がいいよ、うん、本当に。あの、親孝行にもなるしね、うん、ありがとうございました。じゃあ野田さん、次回のシチュエーションお願いします。次回は、はい、ソファーです。狭っ。めちゃくちゃ狭まってきてますね。ソファー、まあでもいる時間は長いですから、いろいろ思うところはあるんじゃないでしょうか。ではソファーで戦えるチーターの皆様、メールを送ってください。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com、 ml@allnightnippon.com です。メールの件名にチートと書いて送ってください。ソファーか、むずっ、まあ、隙間系とか出るよね。でかい、洗えるとか、ね、あ、洗える、全部が洗えちゃう。ありそうだけど。